島さんが絶対笹部が取らない題材やりたいって言うんで、でもう10本目までが日輪まで割とこう血は流さないとかそういうことにこだわってやってきて、で11本目の連れ打つから2人でじゃあ一番芝居の格になるところを絵にしちゃうとかって、あの連れ打つやったりで、今度はもっと題材そのものがまるっきり絶対やらないでしょっていうのを やりたいって言うんで、ただちょっとこっちも意地になって、で何にもこれ共感できなくてダメだって言いながら、どっから今おっしゃったように見つけようと思った時に、あの僕も地方から出てきて35年前は大学生だったわけで、東京で、で四畳半一間に住んでて、で大学4年の時はもうお金があって友達ん家にアパート出て、あのバッグ2つぐらいで転がり込んで、でただその時にお金もなくて食べるのもいっぱいいっぱいだけど、夢がいっぱい語られてたんですね。あの俺は映画監督になりたいって、これが今度友達は役者になりたいとか、でこれを読むとこの子たちはその夢を全く語れないっていうか、で、人とこうコミュニケーションが人じゃなくてこれだったり、ノートパソコンの七七さんっていうか姿形のない人とコミュニケーション取ってて、それででもすごく豊かになっちゃってるから一応日銭は稼ぐツールはあったりして、で国日本の国っていつの間にこんなになっちゃったんだろうってことを、これでやれればいいなっていうのがなんか その突破口で、まああとは基本的にはあのいわゆるこういうタッチですけど、自分のでも最終的にはあのいわゆる例えば、去年の映画で言えば凶悪とか、あのなんかこう共食いとか、その前のそのシオンさんの映画とか、あのなんかムガッとして映画館に出る映画にはしたくなくて、だから最後だけはちょっとあの笹部映画の今までやってきたあの一途の光みたいなところに執着する、だったらこの題材でもやれるかなって、そんなことかな。これもねやっぱり青島さんが2007年ぐらいからそのネットカフェ難民とかでそうテレビとかで特集されたりしたのとこを全部ストックしてたんですよ。だから彼はすごくそこに関心持ってたんで、それ全部見せてもらって、ただ7年とこれ撮ったのが12年なんで、もう時代がたった5年で、システムがやっぱり違ってきてて、その取材はネットカフェに行ったり、まあ、ホストクラブももちろん行ったことなかったですからプライベートではあの、会って取材させてもらったり、それからティッシュクルー配りのノウハウとか、一応取材をするとやっぱり知らなかったこと、それからネットカフェって一番驚いたのは、あのこれもまあ20代のこの子たちが主役ですけど、僕と同じぐらいの人が4年間住んでるとかあるんですよね。一番奥はもう撮影で入らないでくれとかって言われて、そう本当にあの闇のところってすごいことになっちゃってるっていうのは感じましたし、時代はあとは原作になかったその生活保護の、ことをあのセリフにあの最後のあそこの何て言うかな工事現場のところの人に、自分は生活保護を受けながらそれを搾取されてったっていうその話とかはもうちょっと時代がこっちに来た分を混ぜていったんですが、で今回特に最初に面接でして会った時に一番なんかつかみどころがなくて、普通こうオーディションとか面接来ると私は僕はってこうみんなアピールするのが何にもしなくて、髪はボサボサできてるしなんかつかみどころない変なやつだなと思って、それがなんとなくそのまま撮るときっとこの時枝治って子になりそうな気がしたのと、僕は自分の娘が今20歳で大学生なんだけど娘すらこう つかみきれてなくて、それが掴みどころがないこいつをそのままカメラで追っかければなんかこの今の時代のいそうな子に撮れそうな気がしたんですね。割と前半特に一人芝居で落ちていくあそこをずっとあのドキュメンタリー見てるような感じで綴りたかったので、そういう意味ではあのまあもちろん現場でこう動いた方がもうちょっとこう見えないかぐらいはやりましたけど、あとはなんか今の日本のそのシステムがこうなってるとか、難民ってこうなるんだよとかそんなことを説明するぐらいで、あの細かな芝居をこうあしろっていうのは基本的に他の俳優にもやらないんで、大体今回もそうでした。津田君や福士君や
吹越さんや井上淳さんっていうのはもう何回か一緒にやらせてもらってるんで、そういう人たちが特にあの小さな役のところで出てくれると、あのご覧の通りジャニーズはいないわけで、そのこのルックの映画にやっぱりこの警官 A とか B にその知ってる顔がある、役名のないところに知ってる顔が出るっていうのはやっぱり映画的な醍醐味だったり、なんか、フックにありそうな気がしたので、そういう風にしたつもりです。で、自分がもうチョイスして出てほしいってお願いしたのは井上淳さんだけかな、うん、あとはキャスティングディレクターからプロデューサーからこういう感じでどうかっていうのが出てきて、面接というか会って決めていったと。千尋、はい、は基本的にはやっぱりミュージカルっていうか舞台中心で、確か長澤まさみさんと同期かな、長澤さんが映像、千尋があの舞台ミュージカルっていう方で、どっかでやっぱり彼女のところが、彼女も映像っていうところにどっか勝負するところを見つけようとしてたみたいで、でこの企画に関しては僕はもう最初から R15 で、裸もあのことさらクローズアップはしないけど、ちゃんとこう隠し隠して撮るのは嫌だって決めてたし、暴力もきちんと撮ろうって決めてたので、とにかくまず、バストトップはダメとか規制のある人はもう最初から会わないって決めてて、でその条件で脚本を読んで、賛同してくれるんならっていうところで、いやここもやっぱり東宝芸能ってあの会社が、はい、よくぞと思いましたけど、いや脚本を読んでやっぱり相談トップサイドとして、笹部作品でこの脚本なら勝負っていうことで、面接というか僕と会ってくれて、で僕はその時の、まあ、彼女の芝居の力はあのパートナーズっていう、はい、あの映画とかで知ってたので、もうその彼女の勇気というかその覚悟さえあれば、じゃああのオスカー前に行こうっていう、うん、作品でこの脚本で勝負してくれたってことに僕も全身全霊で返そうと思って撮りました、うんうんうん、オスカーに勝負しろってあのラブシーンまでやらせといて、最後にちゃんと俳優として女優として、うんうん、拾いのシーンというか作ってあげないと、それやっぱり作劇としては成立しないんで、一番最後にどっかでこの2人の、まあ、ヒロインと主人公をどっかでこうガツンと芝居の勝負させなきゃいけないって思ってて、あのソープのシーンにつながったってことなんですね。こういう事実だからこんなことにならないでねって若者たちっていうのもあるんだけど、本当はこうそのシステムを作ってるトップに見てほしいっていうか、トップっていうのは政治家ですよね。どうやってこれが解決するかっていうのは、僕は政治家じゃないし政治学者じゃないから分かんないんだけど、こういう事実があるってことを、ドキュメンタリーじゃなかなか人が気づらいところをエンターテインメントの商業映画にすればもっとこう知ってもらえるっていう思いは。